どうも、こんにちは。かげろうです。いつも動画をご覧になっていただきありがとうございます。はい。ということでですね、本日は、初心者におすすめの爆竹のアルバムはというタイトルでお送りさせていただきたいと思うんですけれども、結論から先に申し上げますとですね、結論、私の結論ですよ。私独自の結論ですけれども、初心者におすすめの爆竹のアルバムというのは、特にないと、 いいいいうふうふに申し上げさせてたただきたいと思いますなぜかというとですね、えー、とりあえずあの爆竹をこれから聞こうと思っている方は自分で探してみてください何がいいかですね、えー、聞いてそこから聞くのもまあありなんですけれどもできればご自身で探してですねジャケットを見るなりジャケットで選ぶなりね、えー、まあ何かこう 何でもいいから曲を一曲聴いてみるなりですね何かしらのきっかけをね作っていただきたいんですよそうするとですねそこが、えー、その方の爆竹との出会いになりますので出会ったその時こそがですね、えー、その方のですね爆竹ワールドのスタートになるかと思うんですよなのでですね できれば、ご自身で、その爆竹との出会いをですね、求めてほしいんですね、見つけてほしいんですね、えーあのー。なぜそう思ったかと言いますと、えー、まあ、あの四月から五月、まあ、今月いっぱいまでですね。えー、サンデー・ライブ・ストリーミングというね、えー。YouTube で毎週配信している爆竹のライブがあったりとか、ゴールデンウィーク中はね、ニコ生とかで爆竹やってたりとかして。 でやっぱりこう皆さんのコメントを見ていてですねあとはツイッターとかでも、えー、流れてくるタイムラインとか見ていてですねやっぱり新しいファンの方が増えたようにすすごく私感じるんですね新規のファンの方が増えたなというちょっとまあ年,代は年齢層はちょっとわからないですけどもねでそういった方が、えー「どこから爆竹のアルバムどこから聴いたらいいですか?」とかね おすすめのアルバムを教えてくださいとか、そういったつぶやきとかコメントをですね、拝見することが多くて。で、あやっぱりこう、新規のファン、新規という言い方もちょっともう、なんかあまり好きじゃないんですけども、なんかあの、新しくね、ファンになった方がいらっしゃるんだなということをすごく感じたので、で、そういった、 ことをですねあのー、まあ皆さんいろんな方がコメントでリプライとかでツイッターだったら返してこのアルバムがいいよとかね、うん、このアルバムを聴いてからこのアル,アルバムを聞くといいよとかねあのー、言っていたりするんですけどねまあそれはそれでありなんですけどもできることならやっぱり自分で探すということ がまあそのその後のね、えー、爆竹沼へのハマり方の何て言うんですかね、うん、愛情の深さにもまたつながってくんのかななんて思ったりもするんですけどね、うん、なんか言われて聞いてなんかいまいちだったらちょっと残念じゃないですかなんかなんかいいって言うけど別にあんまいいと思わないなみたいな風になってもちょっと残念ですし。 それだったらやっぱり悩んでね自分でこうジャケットを見てなんうんなんかこのジャケット気になるからこっから聞いてみようとかね,ね曲のタイトルを見てなんかこのタイトルどんな曲なんだろうみたいなねそういうとこから聞いてみたりとかうんまだ今だったら YouTube で。 検索,検索してみて、えー、ポコってこうランダムに当たったものから聞いてみるとかそういったこともできますし、まあ、何かしらねあの自分で探して出会うという行為をしてみてほしいななんて思ったりするんですね。うんでまあその出会った時期というのがいつであろうとあそうだこれもあったんですよ。えー、今から爆竹 ハマろうと思うんだけど、早いです。あ、じゃあ違う、今から爆竹ハマろうと思うんだけど、遅いですかみたいなつぶやきも見かけたんですね。うん、で、そんなことないよと。もう別にな何かを好きになるのに、早い、早いも遅いもないじゃないですか。<laughs> 早すぎるも遅すぎるもないので、だから、 別に私もたまたま私はですねそのデビュー当時に爆竹を知ってそこからずっと好きなだけであってこれがですね20年後にデビ,ューからでデビューから20年後に好きになってた可能性もあるんですよね、うん、例えばもう昨日爆竹を知った可能性だってあるわけですよねそれ出会いなわけでもしかしたら、えー、まだ知らないかもしれないっていうね、うんその タイミングなんだのでうーん自分で探してほしいななんて思ったりもしますけれども例えばですね宗教に例えるとまあこれはどうかと思うんですけど宗教に例えると例えば神仏をですね神社とか仏様あのお寺とかをですねあの拝む時にですね、まあ、どの神様からとかね どの仏様から手を合わせればいいかとかあんま考えないじゃないですか、うん、とりあえず何かお願い事する時はなんか近所のお寺に行くとか近所の神社に行くとかそういったことで始めるじゃないですか <laughs> なんかとあ,のあの魅力菩薩に手を合わせないといけないとかねよっぽどマニアだったらそういう方もいると思いますけども何も知らない神仏に関して何も知らない状態でえとりあえず手を合わせたいという時だったら。 なんかのとりあえず近所にあるお宮さん行ってみようとかそうなるじゃないですか <laughs>、うん、なんかそっからその神仏への興味が深まってあじゃあちょっとあそこのお寺行ってみようあそこの神社行ってみようとかなってくるわけでまああの爆竹も同じと言ったらちょっとなんかあの言い過ぎかもしれないですけどもそのとりあえず何かきっかけとなる爆竹を自分で探すというねことをして 見たら何かななといいう,うに思いましたなんかあのちょっと立て続けにツイッターでそういったねアルバムおすすめのアルバム初心者なんですけどおすすめのアルバム何かありますかとかっていうのをちょっと立て続けにちょっと見たことがあったんでもうこんな動画をですねちょっとあのダバナし的に撮ってみました。ということでですね えー、この動画が良かったという方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。また何かご意見あればコメントとコメントにねコメント欄に何か書いていただければと思います。それではまた動画でお会いしましょう。かげろでした。バイバイ。